トーキングマウンテンの足立です。アキです。山頂で最高のコーヒーを飲むということで、今回は山口県防府市の亀の王さんに来ております。山口市矢原の最高コーヒーのオーナーに山頂で最高のコーヒーを入れていただきます。山には不慣れなので、アキさんしっかりガイドよろしくお願いします。しっかりサポートします。よろしくお願いします。それでは命大事に楽しく行こう。はい、休憩でございます。アキさんどうですか、ガイドの方は。順調です。順調。はい、いかがですか。死んでます。お前順調じゃないじゃないか。お前しっかりせえよ。お前違う。ご飯おしゃべりをちょっと控えめにしてお, しゃべりおしゃべりはできた方がでもいいんですよ。そうですよ、はい。はい、到着しました。亀の王さん324メートル、いただきました。じゃあご主人どのテーブルで。そこしましょうか。その真ん中。 あそこで、うん、じゃあそこで、最高コーヒー亀の王さん店が開店開店です。はい、今日いただくのはエチオピアとケニアのコーヒーです。豆を引くところから始まります。測って引くところからスタートします。なんで山の上でコーヒー飲みたくなるんですかね。コーヒーってやっぱ山の上でできるからですよね。なるほど、それもあるのかな。ちょっと調整します。効き目の調整をしていきます。ああ、粗くしたりも細かくしたりできるんですね。そうです、自由に調整ができる。良さそうですね。ガリガリいきます。ある程度いくと交代するぐらいで交代今日ケニアは浅入りなのでかなり硬いと思います。浅入りは硬いんですね。浅入りの方が硬いです。皆さんこの真ん中持つんですけど結構、うんうんうん、これよりも結構根元持った方が力いらないです。テコの原理。はい、ブレが少ないんで根元の方は。外持つと結構ブレちゃうんで握力いっぱいいるって言いますね。うんうんうん、あとリズムですね。リズム。リズムは一定で。リズム一定の方がいいです。で引っかかるとこう途切れちゃうんで。そろそろ腕がパンパンになってきた。交代しますか。交代しましょうか。あと半分ぐらいです。じゃあ引きます。ああなるほど。あ、体にくっつけた方がいいですね。あ、そうです。うん、固定した方がブレないように、はい、あ終わりました。終わりました。いい香り。ひねりなしですね。お湯が沸きました。32g お湯を使った、あ、お湯じゃない、コーヒー豆を使ってます。 32g で2人分ですか。2人分ですね。で 480g のお湯を使って抽出します。だいたい15倍、お湯と豆の関係が1対15。はい、豆1のお湯15。はい、15でいきます。すごい綺麗な色のコーヒーです。宝石ですね。宝石ですよね。いい香り。これ時間計るのも大事ってことですね。そうです、時間がいるので
この豆だと3分半で終わりたいですね。ここ腕の見せ所ですね。そうですよ、あのこの時間とどのくらいお湯を入れるかを分けていくので、で取りすぎないっていうのも結構重要で、行きすぎると褐虫質って言って嫌な成分が出てくるので、そうならないくらいで抑えてあげる、うん、藤原博さんどうなんですか。は完全に褐虫質ですね。あ、言っちゃった美味しくなあれですけど、その思いが大切なんで、はい、あのいいと思います。あ、藤岡弘、俺何つった、藤原弘ですもうこのコトコトいう音がいいですよね、水の。あ、はい、きっちり、はい、で下の測りで481g、うん、480ちょうどですね。ちょうどですね。ちょっと試飲してみます。はい、これあの濃かったらお湯入れます。なるほど、お湯で割って成分を調整するので。あ、いいですね、美味しいです。 OK ですか。 OK です。それじゃあ最高ヒーさんが入れた最高のコーヒー、まずはケニアをいただきます。うん、風を感じながら飲むのいいですね。うん、すっきりはしてるんだけど、すごい味わいがありますね、うんうん、もうちょっと調整はしたいですけどね。思ったより粗い豆がちょっと多かった感じ。山は一発勝負なんで、うん、はい、山は一発勝負。そう、一発勝負なんです、うん、いつも。でもそのできたコーヒーが、まあ、美味しくないっていうものとはまた違って、これはこれで僕は好きなので、うん、そう、一期一会の味っていう感じですね、うんうん、そうですね。はい、じゃあ2杯目はエチオピアの深煎りですね。はい、油が表面に少し浮いてるぐらいの豆ですね。これコーヒーって深く焼いていくと表面に油が出てきます。だんだんコーヒー豆が膨らんできて、で中からのこう通路ができるっていうイメージなんです。で中に入ってる油がこう表面に出てくる。なるほど、表面がテカテカしてきます。だからパッと見浅煎りなのか深煎りなのかって、実は色とこの表面の状態で判別できます。あと香りも、うん、じゃあそっかそっか、今からアキさんに荒っぽく惹かれる系、緊張して汗かいてるわけじゃないんですね、うん、一定のリズムでね、一定のリズムでね、うん、かしらーコーヒー豆を引いてるようには見えないですね筋トレしてるようですか、うん疲れてきた。最後やりましょうか。はい。はい、残りはじゃあ、うん。これだいぶ軽いっすよ。さっき1回が引っかかって引っかかって大変だったんで。あ、でもまあ女性がやるのには結構。うん。女性。女性？女性。筋力は男性ですけどね。うん、パワーが。はい、引き終わりました。で抽出器具もこのクレバーっていう、あの漬け込んでしっかり味を出してあげるタイプを使って出していきます。はい、じゃあお湯沸かします。32g 入れたので、あ、ぴったりですね。ちょっとダマになってるんで、アキさんのパワーで潰れちゃったか、うんで今回は一発で入れていきます。表面にしっかりかけてみて、これはペーパーフィルターを通して最後落としてくれるので、フレンチプレスよりもすっきりした味わい、油分も出ないし微粉も落ちない、綺麗なフレンチプレスの味を作るっていう感じです。こういう感じで、うん、乗せるとこう自動的にこう落ちるやつですね、はい、もう落ちるだけなんでよくできてますね。はい、後ろではあの遊んでおります
この間にコーヒーが出来上がっておりますシーンです。まあでも濃いけど美味しい、ありかな、あり。ちょっと飲んでみてもらっていいですか。はい。美味しい。出来上がりですエチオピアの深煎りですね。いただきます。あ、もう香りが全然違いますね、さっきのとね。あー、コーヒーですね、ザ・コーヒー、ザ・コーヒー。あ、確かにちょっとお湯入れてもいいかなっていう感じはしますけど、うん、これはこれで、うん、美味しい。さっきのと全然味が違う。うん。深煎りって一番いいのはこうお菓子と、うん、むちゃくちゃ相性が。確かに確かに。さっき浅煎りはもう単体で楽しめるような味なので、うんうんうん。確かに。じゃあお菓子といただきます。うん。うん。これは贅沢。うん、すごくいい。最高コーヒーのコーヒー最高でした。で皆さん安全に下山しましょう。はい。はい、よし。はい、皆さん無事下山完了です。以上、山頂で最高のコーヒーを飲むでした。最高コーヒーのホームページのリンク概要欄に貼っておきますので、ぜひご覧になってください。最後までご視聴ありがとうございます。山頂コーヒーの魅力が伝わったら高評価ボタンお願いします。いつも見てくださってるのにチャンネル登録まだの方お願いします。では次の登山も命大事に楽しく行こう。